第10回大喜利ギャザリング、よいしょーよいしょよいしょ、始まってますこれあれ始まってる、ちょっとねコメントが止まってるんで不安になるんですが、よろしくお願いいたします。ね、第10回というわけで、ね、記念すべき、キリのいい、ね、第10回にとても素敵なね、あの皆さんをお呼びできて本当に嬉しいです。そして、今年最後の大喜利ギャザリングですね。僕2ヶ月に1回のペースやってるんで、なので今年は締めくくる素晴らしいメンバーにもね来てなと思います。回答者の皆さんから自己紹介。あ、じゃあ矢尾さんか。矢尾さんから自己紹介。矢尾さんじゃないよ、ごめんなさい。誰ですか？お、あ、名不者さんから自己紹介を。その女誰ですか？ちょっとこんにちは。ごめん、過去の女のことが忘れられなくて。やばい。また傷つけたの？あ、また傷つけてしまった。ひどい男だよ。ひどい男だ。私で塗り替えてやるよ、はい、こんにちは、動画編集者のメイフ社、メフさんと呼んでください。はい、よろしくお願いします。YouTube チャンネルゴンさんの暇つぶし部屋やってます、ゴンベズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、ラスコです。お願いします。お願いします。スーパー具合悪いですけど。スーパー具合悪い。あ、スポーツバッグです。トキさんには、リザーバーで申し訳ないんですがって言われてます。頑張ります。あ、そうなんですか。はい、ドクロネです。よろしくお願いします。直前までギャンネをしていて。ギャンネ。ギャンネをしていて。大学生に向けて。ギャン頭痛が。ギャン頭痛。ギャンバファリン飲んで、うん、はい、頑張ります。頑張るぞ。続いて中木ひかるさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気だけで乗り切ろうとしてるな。続いてオレンさん、よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。もう俺なんかいいんで次行ってください。はい、はい、次行ってください。次行ってください。お願いします。はい、よろしくお願いします。なんかすごいところに呼ばれて被害者だぞみたいな顔していこうと思ったら中木さんの方がひどい理由でした。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、本当に初めましての方が非常に、多くてですね、そういう環境にあまり慣れていないので、かなり非常に緊張していますが、なんとかよろしくお願いします。いや、全然まず今野よろはさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、清楚系アイドル VTuber 今野よろはです。よろしくお願いします。清楚系、はい、嘘つけ。前回です。はい、どうも初めまして、ゲーム実況者のアムココです。今日私も風邪を自覚して今8日目くらい、9日目とかぐらいで、まあ治りかけかなと思って来たんだけど、まあ私より具合悪い人いるからよかったと思って、私はね咳と鼻水ぐらいだから、治してもらえるかなと思って今日来ました。よろしくお願いします。はい、おはろきてみぎです。もう本当に続けて申し訳ないですけど、僕今日までは特に何も体調問題なかったんですけど、なんか毎回大喜利が始まる朝だけがちょっと体調毎回崩すんですよ。前回もなんかから。はい、行きましょう。行きましょうか。はい、ちょっとね、俺も嫌い入れないとな。じゃあメフさん、1問目は1番の問題で行きたいと思います。こちらは全員で回答していただきます。よろしくお願いいたします。はい、読みます。こんな紅白歌合戦は嫌だ。はい、お考えください。どうぞ。ね、メンバーも発表。まあ、いろいろないかと話題ですからね。年末になる。アイドルから。はい、じゃあ、行きましょう。オレスナさん。こんな紅白歌合戦は嫌だ。日本野鳥の会の皆さんが、本当に鳥の数を数えてしまい、ゼロと言った。ゼロなんです。ゼロだよねの確認だったんですかね。いいですね。行きましょう。リセット。いやー、一投目が素晴らしいですね。そこでしか聞かないんですかね、日本野鳥の会ってね。うん。はい、では、ゴンベルさん、行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。大鳥なんですけれども、炎上みこしに乗った炎上北島三郎が歌う、
炎上やばいね温度です。まあ、ある種の祭りですね、これもね。いいですね、行きましょう。リセット。あ、では、スポーツバックさん、行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんかピンク組というのがエッチなだけの組が出てきてるのが視聴率伸びる。年末に NHK 何やってんだ。え、行きましょう。リセット。じゃあ、ドクロインさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。小林幸子が裏で糸を引くタイプのラスボスだった。まだ出てこないんだね。いいですね。ピクサー的なタイプだったんだ。にやりって感じ。行きましょう。リセット。じゃあ、タラネコさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんか、まだ逆転あるかもって、なんか最後までみんな、そわそわしてる。そういうタイプじゃないのに。ねえ、行きましょう。リセット。はい、オレスナさん。こんな紅白歌合戦は嫌だ。赤組にも白組にも三河健一がいて、司会席にも各ご家庭にもいる。私の2人もお茶の間に。便利だ、三河健一。行きましょう、リセット。じゃあ、中木ひかるさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。番組の最後に、全員が融合してでかいショッキングピンクの何かに。何か分からない状態で年明け。いいですね。はい。セット。じゃあ、ニアさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。大泉洋さんが、本当に何も知らなかった。またしても何も知らないでおなじみの。セット。じゃあ、ラスコ行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。大泉洋さんが6回歌って、自分を自分でブラボっている。大泉洋に引っ張れてますよ。セット。じゃあ、ドクロインさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。夢ならばどれほど良かった、せーの、ウェッ。そこ合わせるとこじゃねえよ、次。いいね。じゃあ、スポーツバックさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。赤組に、サトシがいる。なぜだって。リセット。じゃあ、ゴンベルさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。私は最強。助けて。辛そうだな。リセット。じゃあ、タルネコさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんか、けん玉チャレンジの最後にミーシャが出てきて、失敗した。ミーシャ。なんで最後に出てきたの、ミーシャ。セット。では、じゃあさっきも言ったよ。オレスナさん行きましょう。はい。こんな紅白歌合戦は嫌だ。てれー。けん玉、タイキックとなり、けん玉を蹴ったというギネスになった。行きましょう。リセット。では、じゃあ中井ひかるさん行きましょうか。こんな紅白歌合戦は嫌だ。ここで緊急参戦。青組、空。空が出てしまって、勝てない。勝てない。ただ、青木ビルだけ。リセット。じゃあ、ラスコ行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。政治の時の桑田圭介が赤組だ。ヒップホップしにくいな。しにくいな。しにくかったな。どんどん行きましょう。リセット。ドクロネさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。初音ミクがボカロを歌った後に、この曲明るいんですけど中絶を暗示しててとかいろいろ言い始めた。ざわつくよ。年末にちょっとそれは聞きたくないですね。
セット。はい、スポーツバックさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんか、けん玉チャレンジがこと、なんか今年から暗算チャレンジになってる。出演者が苦しそうにしてる時間がある。みんな、ってなってるのかね。年末見たくないね。リセット。はい、オレツナさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。椎名林檎が本堂の時のナースの格好で自民党と書かれたガラスをパンチで割り、意味が含まれている気がする。意味しかない。まだ本堂って嫌ですね。それを。はい、行きましょう。リセット。はい、ゴンベルさん。こんな紅白歌合戦は嫌だ。浜辺美波です。赤組の皆さん、頑張りましょう。めちゃくちゃだよ。リセット。ああ、浜辺美波そんなイメージ一個もないですけどね。ああ面白い。あと1分ぐらいですかね。はい、じゃあ、オレツナさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。お肉クションが、新宝島を逆から歌いながら、後ろ向きで階段を登っている。何その、多分逆のやつ。なるほどね。リセット。タラネコさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんか当日予選から勝ち上がってきたなんかさ、歌の上手い素人がいる。そんな素人が。リセット。中木さん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。あの、すべてのけん玉のボールが上に上がった後、北島三郎に降りかかってくる。多分、おそらく怨念の類いだ。こんだけあるんだよ。では、お時間来ましたので、今回答があるよという方は、挙手ボタンを押す。はい。ね、順番に全員さして。6名。スポーツバックさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんか、トイレに行けないよっていうのを、そういう苦情を聞いて、なんかトイレタイムを設けて、なんかトイレタイム中に年が明けてしまった。どこで言えてんの？しっとり嫌だな。いいですね。では続いて、ゴンベルさん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。橋本環奈です。赤組の皆さん、負けないでくださいね。なんかいい構文見つけるんじゃないよ。何でもできるなじゃないよ。続いてオレツナさん行きましょう。はい。こんな紅白歌合戦は嫌だ。DJ オズマ VS 矢島美容室の時間があった。出れないやろ。分身じゃん。じゃあ、ラスコ行きましょう。はい。こんな紅白歌合戦は嫌だ。欅坂46が本当の不協和音を出して、審査員羽生結弦の防御を下げた。防御下がるだよ。なんで羽生結弦だけ下がったんだ。わかんないですけどね。じゃあ、続いて、宮さん行きましょう。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんか枠が埋まらなかったんで、無音でステージの背景にヘイとかジャニーとか流れてる時間がある。ジャニーやね。なんか見え隠れすんな。なかったんじゃないでしょうか。さあ、最後ドクロエンさんですね。行きます。こんな紅白歌合戦は嫌だ。なんか、みんな自分の子供と手を繋いで登場してきて、アドはマツコと手を繋いでいた。番組出てましたから。というわけで、以上が1問目となります。お疲れ様でした。ねえ、さあ。よいしょ。すごかったですね、怒涛の。
では、ここからね、ちょっと回答振り返っていきたいと思います。コメント欄でもぜひぜひ、この回答良かったなってのがあれば、コメント。ます。一番いいか、俺さんさんめちゃくちゃ良かったですね。やっちゃうのかで皆さんが、本当に取り残すお金でしまい、ゼロと言った。一番最後のエンディングで、ゼロゼロゼロって言って。すごいざわざわして、これ何の時間ってなってる。あそこだけ指導ですからね、まだ。そう。まずなんかね、それこそすごいつながりがあるようにしか思えないですよね、NHK。うんうん、よかったですね。なんかアップスタンプ押してついてますね。なるほど。徳連さんの小林幸子は裏で糸を引くタイプのラスボスだったっていう華々しいタイプね、バーンって出てくるラスボスじゃなくて、うんうんうん、本当はこいつがって、ね、チラッと出てくる、まだ続きあるかもって。あ、お、ゴンベルさんのゴンベルさんのこの構文何なんですか。あ、みんな赤組の皆さん頑張りましょうつって。ちょうどカンナです。赤組の皆さん負けないでくださいねっていう。本当に本当に負けないでほしい感が。橋本環奈、こうって呼ばれてるんだ。古い面で。アムコクさんどうでした？お好きな回答ありました？そうですね。全部面白いんですけど、特に、うん、青組、空、勝てない。やったー！中井光さんの。それはそうですよね。そりゃねえって。ただ見上げて、そう。赤組とか白組とかちっぽけだなって思うのかな。いいね。これ大好きですね。勝てないですね、これは。うん、勝てこれは勝てないです。空の大きさには勝てません。今度ヨルハさんもなんかお好きな回答ありましたか？私、赤組にサトシがいるが結構好きで、松本里香さんだから赤でいいでしょっていう一周回って。あ、まあ、確かに確かに。本当だ。ややこしいな。まあね、今結構ね、ボーダーレスとか言い始めてますから。じゃあ何なんだって思います。私、ジェンダーレスじゃない。では、ね、なんか俺が今悪いこと言ったような気がします。では、今回、ゆめゆきさんにこのお題の MVP を決めていただきたいと思います。はい。じゃあ、うわー、これ、スタートダッシュみんないいっすね。いや、ほんとみんないい回答があるんですね、一人。あー、いやー、ちょっと。全然、一つじゃなくてもいいですよ。あ、勝負決めました。はい。はい、ちょっと長いので、頭の冒頭だけしかちょっと読まないんですけど、はい、オレスナさんの椎名林檎でお願いします。そうですね。長いのでという理由かどうかわかりませんが、はい。長いからですよ、俺は。長いからです。一緒にぶっ壊しましょう。いや、違う、そういう意味じゃないですよ。ブラックだなと。確かに、こんな紅白は嫌だなと思いました。あ、確かに。気持ちは組みましたよ。これ、後々バズるやつやなっていうネタですね、これはね。一緒に選挙行きましょう。いや、行きましょう。選挙は行くだ、選挙行ってみる。という意味で、まあ、ちょっと、パリンって割って、約束はいらないわですから。大丈夫ですか？気まぐれを許してですから。というわけで、まあ、つなげな。いろいろ気になることもありますが、ここニコニコなんで、全然大丈夫なんで、皆さんね。はい。はい。というわけで、そうだね、お題の MVP は、オレスナさんの、椎名林檎のなんちゃらかんちゃらでした。はい。いかがく？あんまり言うとね、僕も思想がね、はいね。まあ、思想で言うとね、ちょっとラスコもね、ちょっとチラッと言ってる。あ、ごめんなさい。あったりしたんで。言いましたけど。